こんばんは、あさりです。今回はいろいろな秋を楽しむ私の日常をお届けします。食欲の秋、睡眠の秋、芸術の秋、読書の秋、皆さんはどの秋がお好きですか？ぜひ最後までご覧ください。今から混ぜるだけで発酵もいらなくってトースターで作れるパンっていうレシピを見つけたので作っていきたいと思います。これから朝ごはん食べます。全体が混ざってきたら袋の空気を抜いてこう縛って、あと片方の角をハサミでカットして、こう生クリームの絞りにみたいな感じでやってクッキングシートに出してきます。こんな感じでちょっといびつになっちゃったんですけど、きっと食べれば同じでしょう。で、オーブントースターで焼いていきます。できました。じゃーん、どうでしょうか。ちょっと大きめですけど美味しそうに焼けました。これから食べていきたいと思います。本当に、材料を混ぜてこねて、で生地を出してオーブントースター15分焼いただけでパンができました。こんな私でもできたので、ぜひ皆さんも試してみてください。本当に食べたい時にすぐ作れる、パン好きにはたまらないパンです。クリームチーズとこの 100% 瀬戸内レモンのとっても美味しいジャムをつけて食べたいと思います。これ本当に美味しくてすごくおすすめです。レモンが大好きなので、本当にこうレモンの甘みも酸味も苦みも全部感じられるジャム、しかも常温保存で保存ができるみたいなので、そこもすごく便利です。すごいパンになってる。結構もちもちな感じのピタパンみたいな
感じですね。クリームチーズともすごく合います。なんかピザ生地にも似てる食感。本当に甘いものだけじゃなく、おかずパンとしての生地としてもすごく美味しい気がします。中国の角煮を挟んだパンあるじゃないですか、あれのパンみたいな感じに似てます。おいしい。これは本当にいいですね。めちゃくちゃ簡単に作れたんで、パン食べたいけど、あ、そういえばパン買うの忘れたっていう時とかにも、本当に焼くのが15分で、混ぜるのも慣れればまあ5分とかでできるんで、本当に20分ぐらいでパンが作れちゃいます。これ入ってた。もうつい溶かすの忘れちゃうんですよ。すいません。ハマるな。これ米粉でもできるのかな。突然ですが、秋の夜長に熟睡できるような私のおすすめのパジャマコレクションをしたいと思います。まずこちら、プチバトーのブルーのハート柄のパジャマになります。とってもこのプチバトーのこのフライス素材、とっても柔らかくて着やすくっておすすめです。で、結構赤いハート柄でもっと柄が大きいタイプは SNS とかでも結構上げてる人を見るんですけど、このブルーのハートってあんまりないなと思って購入しました。赤で大きめのハートよりも着やすいというか、そんなにこう着ても派手な感じにはならないので、もう自分としても取り入れやすいかなと思いました。で、これが上が長袖で、下がこういうちょっとレギンスまではいかないんですけど、割とこれはフィットするような感じのぴったりめのパンツになります。プチバトーは本当デザインも可愛いんですけど、着心地もいいので本当に、ちょっとお値段高いんですけど、とっても買ってよかったなと思いました。こちらです。 JW アンダーソン、ユニクロとのコラボの寝るシャツのパジャマになります。これもパジャマらしいシンプルな形ではあるんですけど、とにかくこの色の組み合わせにも惹かれたし、ここに胸ポケットのところに JW アンダーソンのロゴも入ってるのもすっごい可愛いなと思ったのと、あとこの袖口のところ、ここも切り替えが普通のものよりもちょっとここが高さがあって、すごいおしゃれだなと思いました。寝るシャツなんで、すごい着心地もめちゃくちゃいいです。で、このパンツが普通のシンプルなパンツなんですけど、これもこの裾の部分、この切り替えが普通のものよりもちょっと太めで切り替わってるので、そこがすごい可愛くてお気に入りのポイントになります。このパンツの後ろのポケットのところにもこのロゴが入ってるのもさりげなく可愛いと思います。で、最後こちらなんですけど、これもユニクロのパジャマになります。こうボーダー柄が、いろんな柄のボーダーじゃないよいろんな柄のストライプが組み合わさったような、
デザインになっててすごい可愛いなと思います。で購入しました。これは割と今着られる感じの薄手のシャツ素材になります。なんかありそうでなかなかない感じのこの柄の組み合わせというか色の組み合わせになるので思わず一目で気に入ってしまいました。で下はこれ見えてるのかな、下はこんな感じで長袖、あ、長袖じゃ、長ズボン、下はシンプルですねという感じで、本当に着心地がいいのでとっても着やすいです。この前イヴ・サンローラン店で買ったキーホルダー貼り付けてみました。とっても可愛いです、ね、このワンちゃんの絵柄とこの配色が気に入りました。イヴ・サンローランのアイテムなんてなかなか買えないと思うので記念に買えてよかったです。これからたくさん使っていきたいと思います。If I got time for you, it'd be nice if I could get you. But the
後まで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。Time until we meet again. Maybe you can ease your mind. We may be best friends. 'Cause I'm not